皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラミングのバグについてお話ししようと思います。プログラミングにはバグはつきものです。プログラマーは常に何か作っているイメージがあるかもしれませんが、実際には作ったものがうまく動かずバグの原因を調べたり直したりしている時間もかなり多いです。プログラマーはバグとうまく付き合っていく必要があります。皆さんはバグは嫌いですか？僕はバグが出るとさあ見つけてやるぜとむしろワクワクします。今日はそんなバグについてお話しします。今回の動画ではシステムの中に実際に虫がいた、プログラマーの仕事の半分はバグを潰すこと、デバッグスキルは超重要、真のプログラマーはバグを未然に回避するという内容でお話していきたいと思います。今回もフルスタックエンジニアを目指す方のために生きたノウハウをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。バグとはプログラムの中に潜む欠陥のことです。語源は虫を意味するバグです。プログラムの中で悪さをする虫という意味で、コンピューターに限らず機械の不調を表す言葉として昔から使われてきました。1947年にハーバード大学の大型コンピューターで誤動作が起こり、原因を調べてみると中に本物の虫がですねが入り込んでいたそうです。そしてその虫を実際に取り除いたところ、動作が正常に戻ったという話があります。これが語源というわけではないようですが、実際にコンピューターの中にバグがいた例として有名な話です。ちなみに虫を取り除くことをデバッグと言います。ウェブサービスのプログラムの中には実際には虫はいませんが、欠陥であるバグは常に存在しています。そしてこれを生み出しているのは他でもないプログラマー自身なんです。ではなぜバグが発生するのかということですが、原因は単純なコードの打ち間違いやスペルミスもあれば、設計のミスやサーバーやプログラミング言語自体のバグということもあります。バグは開発時やテスト時に気づくものもあれば、ウェブサービスを実際に公開し運用してみて初めて気づくバグもあります。バグが発生するとプログラムが期待通りに動かないだけでなく、プログラムが無限ループに入ってしまったり、最悪の場合サーバーのリソースをどんどん食いつぶしてクラッシュさせてしまったり、個人情報が流出してしまったりと様々な危険性があります。怖いですよね。このバグを発見し潰すために開発ワークフローの中には検証テストフェーズというものがあります。このフェーズでは検証仕様書というテストシートを使用しながら、作ったプログラムを様々な角度でテストしながらバグを洗い出していきます。しかしバグを潰すためにソースコードに手を入れれば、また新たなバグが生まれます。バグはプログラムを作れば作るほど発生するので、プログラマーは常にバグを潰しながらプログラムを作っているんです。すぐに解決できるバグもあれば、直しても直しても解決せず丸一日ハマったなんてこともよくあります。なのでバグを早く解決できるスキル、つまりデバッグスキルはプログラマーにとって大変重要です。プログラミングの学習ではコーディングスキルの説明がほとんどですが、デバッグスキルもそれと同じぐらい超重要なんです。ではデバッグスキルを高めるにはどうしたらいいのか。これは正直なところ経験がものを言います。多くのバグを経験することで、あ、これはあれが原因だな、これはここが怪しいといったように勘どころがわかるようになってきます。ただ経験が一番大事なんですが、これで動画が終わってしまうと寂しいので、デバッグのコツを一つお伝えします。デバッグとは数ある可能性の中から原因を特定していく作業です。ここを意識しないでやっていると何から手をつけていいのかわからずパニックになってしまいます。まず可能性を一つずつ排除しながら原因を狭めて特定していくということがとても大事です。例えばウェブサービスの画面であるボタンをクリックした際の処理にバグがあり、うまく動かないとします。この時いきなり全体を見ようとせずに、まずはボタンをクリックした直後の処理から一つずつ追っていきます。まず最初にボタンをクリックした後のスクリプトが正常にコールされているかどうか、ここが問題ないなら次にコールされたスクリプトに全てのパラメーターが正しく渡っているかどうか、ここも問題ないなら次にスクリプトは正しく PHP を呼び出しているかどうか、ここも問題ないなら PHP 側では正しくパラメータを受け取っているかどうか、ここも問題ないなら PHP の中の処理は正しく行われているかどうか、ここも処理を1ステップずつ見ていきます。このような感じで処理の流れに沿って頭から一つずつ正常に動くかどうかを確認していきます。すると必ずどこかでうまくいってない場所にぶつかります。そこにバグがあります。うまく動かないからと闇雲に修正を試してみるのではなく、まずは落ち着いて原因を絞り込みましょう。これがとても重要です。またプログラマーはポジティブに自分を疑うことも重要です。
経験上プログラムが動かない原因のほとんどは自分自身の打ち間違いです。丸一日悩んだ結果、単純なスペルミスで原因これみたいなことも多いです。何か問題が起こると他人や外部を真っ先に疑ってしまいがちですが、プログラミングでうまく動かないことがあれば、まずは自分のスペルミスを疑いましょう。結果、原因が早く見つかり、デバッグが早くなると思います。そして経験を長く積んでくると、この辺はバグを生みそうだなと、そういう感覚がコードを書いている段階でわかるようになってきます。例えば変数の名前の付け方だったり、スコープの考慮や条件分岐処理のマッチ順序の工夫など、バグの匂いがする部分を嗅ぎ分けて、本能的にバグを未然に防ぐコーディングというのができるようになってきます。とはいえ、バグが全くないプログラムっていうのは存在しません。人間はミスをする生き物である以上、バグは必ず存在します。その前提を認識しているかどうかも重要です。プロのプログラマーは、バグがある前提、事故が起こる前提に立ち、それが起こった時に最小限の被害で済むようにコーディングしていくことが大切なんです。そのような意識を持ってポジティブにプログラムと向き合っていきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし役に立ったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。